見てますよ。いや本当調子いいみたいで。いやいやもう、あ、でもいや、あくまでも謙虚にと、ね、そこだけは、ね、絶対に。いやでもなんかあの今日ニュースで見たのは29がマジック29で、そう、それなんか、はい、点灯したみたいな、何年ぶりにみたいなニュースになってて、はい、それは何なんですか。29マジック29マジック29っていうのはあと29試合、あ、違うか、 あと29、うん、まあ、自力で勝てば、うんうん、29勝すれば、うん、優勝っていう、それマジック29っていうのがもう球場にあって、うん、そうなったら点灯するっていうのがその例年っていうかこう歴史なんですか。そのね、優勝、あ、マジックつく対象球団以外の5球団の自力優勝がなくなった時っていう定義があるんですけど、これ今こっからで喋るとね10時まで喋っちゃうんで、あ、そうなんですよ、最初にだけちょっと難しいなと思って、あ、しかも時間も来てたということで、じゃあでも29っていうのは、あ、なかなかこう感動ですよ。もう本当に何年ぶりっていう話になってきますから ね、 ね、もうこのままじゃあ調子よくいけるのが夏らしい、山口さんの夏の思い出になるということなので、ぜひ頑張ってください。謎の最後プレッシャーをかけて終わることになってしまいました。全力で応援ね、最後までしていきましょう、はい、ということでここまで予報センター山口さんに解説していただきました。山口さんありがとうございました。皆さんこんにちは、ウェザーニュースキャスターの大島里乃です。時刻は10時を回りました。引き続きウェザーニュースライブサンシャインお送りしていきます。さあこの時間ですけれども、マジック29調べました。なんか阪神に限ったことではないということで、まあこうね、優勝までのその試合数、勝つか勝たないかっていうので点灯したり消えたり、なんとなくで大丈夫ですね。物申したい方が隣にいそうなんですけど、いやいや大丈夫。雰囲気の理解で、まあ、いい、ゼロになれば優勝確定です。そこだけ覚えておいて、ゼロになれば OK。 じゃあゼロになれば OK で許してもらえますか。すみません、じゃあ仕組みはまた後ほど。わあやだ、じっくり。さっきも5分間みっちりで、あ、なるほど、うんみたいな、まあだからね、勝ち負けでみたいな、まあ、いう話で、いや、うまく説明ができないんですけど、まあ、なんとなくは理解してます、うん、そう、実際に光る、だからどこで点灯してるのかって何回も、そう、随分そこにこだわりがあったんですね。球場のどこにで光ってんですかっていう。いや、そうじゃなくて、ね、光ると思ったんですよ。で29っていうナンバープレートが出てて、ピカピカピカみたいな甲子園球場についてると思ってたんです。でもこれ画像検索しても全然出てこなくて、おかしいなと思って、だからどこで光ってるんですかって何回も聞いちゃって。私もその発想はね、なかったですか。初めて。あ、本当ですか。私だけかな。まあ点灯って言うんですけど、あ、そうそうそう、ほら、ついたり消えたりするっていう、そう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 、ね、だからついたり消えたりはどこでしてるんですかってなって、またあの別にあの明かりランプがついてるわけじゃない。あ、なるほどな、そのマジック、ね、まあ、なのでマジックっていう、そう、そう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 、だからマジックって言うんだよって言われて、あ、なるほど、だからその条件、こう相手チームが勝ち負けで勝ったり負けたりとか引き分けとかで、また29じゃなくなったら消えちゃうってこと。そうですね、まあ、物理的には消えないけど、取り消しみたいなことなのかな、ね、一旦なくなって、でもまた頑張って勝てばまた出てくる。あ、ね、いや、ちょっと難しいし、そう、まあ、だから簡単に言えば優勝までのカウントダウンってことですよね。でゼロになると優勝ということで、ね、いや、もう18年目。だって点灯って書いてあったらついてるように感じるの私だけですかね。うん、そうで、ずっと、まあ、18年ぶりなわけじゃないですか。そうですよ。今まで、まあ、24歳なので、うん、小さい時から見てなかっただけかなって思ってたんですよ、うん、その点灯してるものを。いや、毎年ついてる。だから毎年しかも阪神だけじゃなくて、どこかの球場でマジック29っていうのでカウントダウンが始まってくってことですよね。よし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 、なんか納得いただけたみたいで。
安心、危ない危なかったです、よかった、まあね、18年ぶり優勝を目指してということになりますので、はい、ぜひ頑張ってください。私ヤクルトが母校目の前なんですけど、はいはい、今ちょっと試合の様子を聞いたらちょっとなかなか低迷しているということで頑張ってほしいですで甲子園になんかこう29が点灯し始めたらアイディア採用ですねじゃあその辺に私あの電光掲示板作って、あ、そうじゃないですか、そうですよ、ね、作ってみてください。またざわつきますよ、あそこなんか数字照らしてんの、なんでだ、なんであれ29とか28とかいいじゃないですか、ホタルとかも一緒にくっつけて装飾で、はい、うん、あとトラさん、ほらタイガースのトラさんとかも、ね、はい、作って装飾いっぱいして、それだけ29盛り上げて、はい、あれですよね、まだこう分からないわけじゃないですか、はい、やっぱりその可能性もあって、いや万が一があった時 に、ね、今はしゃいで笑って言ってますけど、いや、そうそう、こんな悲しいことはないんでメンタル崩壊しちゃいますね、崩壊しますね、学校に虎とか電光掲示板作って、うん、で毎日見ては悲しくなってしまいますもんね、あ、じゃあダメ、やっぱそうだ、謙虚に謙虚に、そうですそうですそうです、謙虚に重要です、謙虚にですね、そうということで球団のお話もしていきましたけれども、ぜひじゃあ今後も頑張ってください、はい、もうマジか29から山口さんを引き出してしまいました、はい、また後ほどお願いしますさあということで、ここまでマジック29の解明がねできましたけれども、まあ、なんとなくまだちょっと理解全部できているかといったら怪しいんですけど、なんとなくね今日一つまた知りました。